はい、こんにちは、グリードです。というわけで COD NEXT、Vlog 第2弾というわけで、COD のね、あの BO6 の先行プレイイベントですね、ワシントン DC で行われました。今回は、テクリハと本番の方をね、動画として出したいなと思います。第1弾ね、ちょっと観光編ってことで動画上げたんですけども、まあそれからちょっとね時間経ちまして、日本に帰国して編集して、まあベータも落ち着いたからね、上げようかなと思いますね。この小手綱さんが散歩に行きたいというからついてきたんですけども、この湖はまあいいんじゃないですか。まあ、日が当たらなければ、日焼けしたくないからね、日焼けしなければいいですよ。そうそうです。だから俺らが歩く道にもう火しかなくて、当たるしかないってなったら引っ返す、うん、あ、だから あそこまでじゃない、うん、あそこまでやね。でもなんとか乗り越えれるところがあったら陰で、ほら右から行けるかな、越えれるから全然大丈夫よ。まだあれでも、あそこもほら、あの先渡れへんで、でっかい湖、え、湖じゃないこれ、川、川でしょ、川、でっかい川え、何あれ、え、なんかおった今、え、迫撃砲なんかある。いや、あれはただの木やろ、釣りじゃない、釣りの、え、迫撃砲じゃないあれ。でも、もうこれ以上ほら、日陰がないので、もうこっからもう、すぐ逃げるしかない、すぐある、引き返そう、もう10メーターだけで、日に当たってしまう、これやばい、あー焼け、死ぬ、焼けちゃうよ、吸血鬼だね、焼けちゃうよ、焼けちゃうよ、ソニー焼けちゃうよ、焼けないグッズ出してよ、みんな上羅で走るんだね。まあ、日本でも上羅の人全然いるっちゃいるからね。そうっすかね、おるけどやっぱ量が全然違うね、うん、まあその川沿いのランニングは結構いるよ。あ、いいね、できてる、うん、すごい、ケネディかな、ジョン・ F ・ケネディかな、タモリさんじゃないこれえ、これさ、あれ実物大あ、わけないでしょめちゃめちゃでかいNBA 選手2m おー、すごいな、ダメだ、マジっすか。え、じゃ あやっぱこっちの人って衛生観念がやっぱ日本と全然違うから、うん、なんか割と素手でベタベタ触ってそのまま食べる感じある。あ、やっぱ 手も洗わずにサンドイッチを食べるし、感染があるらしいよ。それでは、会場に移動します。とにかく人の数がすごい、もう日本だったら絶対こう、じゃあ後ろの席の方からまず行ってくださいみたいな、こう分けるけどね、とりあえず全員ギュッて、こんな感じ、もうギュッてなっちゃって、詰まってます。なんだったらあの荷物検査、顔で日本人顔だからもういいよみたいな感じかな、何もチェックしなかったよね。グググッ、日本人は OK、 わー、すげー、 BO6 仕様のバス、うわー、着きました。すごい、すごいっすよこれは。レッドカーペットならぬオレンジカーペット、オレンジカーペット、あ、すごい、なんかおるって、なんかおるって、いやね、すごい、こりゃすごい、かっこいい、この暑い中ご苦労様です、ご苦労様やね、やばい、動いてる、動いてるよあれ、え、すごい、え、すごい、動かしてるの、やばほんまや、面白いよね手動で動かすんだね、でっか、やばい、で、なに、すげえ、
もう博物館をもう改装してるんだね、完全に。僕の席です。ありました。うわあ、ぐい。セッティングです。セッティングしましょう。設定開始。設定開始。すごいね、パソコンも全部ブラックオプス仕様になってますね。ヘッドセットで、今から軽くテストでプレイしていいらしいんだけど、多分録画とかゲーム画面が映っちゃダメなんで、本配信より前に。なので、ちょっと僕の顔でお送りしたいと思います。わあ、というわけでセッティングの方終わりまして、今日は一旦別のまた博物館を貸し切ってるらしくて、そこでなんか立食パーティーみたいなのがあるみたいです。ちょっとこの外のゾンビとツーショット撮ろうかな。バイクが先導してくれてます。暑い中ご苦労様です。ナビドリスかっこいい。こんな感じの、屋上で立食パーティーをやっておりますが、正直言って陰キャの僕は帰りたいかもしれないです予想はしてたけど、ご飯っていうよりちょっとおつまみとドリンク、お酒飲みながら、お酒飲みながら喋ろうよみたいな。喋ろうよみたいな。でもさ、喋れないよ。喋れないよ。なんか気になる人いないの？気になる人。気になる人。クリエイター。あ、ほら見て。でも眺めはすごくいいです。お酒じゃないです。うちね、確かにイベントでお酒出さないじゃん。あ、お酒出さない。なんか作ってくれるらしいから。ストロベリー、ライム、パイナップル、クラブソーダ。なんだろうね、 LBMM って SBMM の間違いじゃないの。スキルベースマッチメイティング。スキルベースマッチメイティング。スキルベースマッチメイティングではなく LBMM という。どうすか。どんな味ですか。それどんな味か。パインジューシー、パイン5割、ベリー2割、甘い3割、ジュース。まあって感じ。これはね、多分みんなで抜け出してご飯タイムじゃないですか。いい、最高、おしゃれ。これはおしゃれです。川沿いのレストランでシーフードを食べる。なんと贅沢なことでしょうか。フェンネルソーセージ。キュウリの腹ペイン。めちゃくちゃいい景色やん。最高やん。シーフードピザと、なんだろう、ドリンク。どうでしたか、オムニムーブメントは。
ホモニムーブメントはどうでしたか。なかなか慣れるまでに時間かかりそうですね。皆さんもどういう顔だ。お楽しみに。ホモニムーブメント。ありがとうございました。はい、クラブケーキって僕が初日に食べたあのバーガーがあれでしたよ。あのハンバーグみたいなやつ。So, do you have a diet coke? Yeah. Hi, yes.なんかこのこれまずいな。なんかちょっと違うな。なんかなんだろう。氷？ダイエットコーク？なんかえこ水もなんだろう。水道水味を感じる。なんだろうこれ。はい、僕はサーモンを頼みました。マッシュポテト付き。とシュリンプピザシェア用ですね。めちゃくちゃでかい。でけえな。それではペペロニピザいただきます。いただきます。マンマミーヤでございます。うちのエビのやつめっちゃうまそう。ちょっとピザもみんな頑張って食べてね。ピザ俺全然いけるよこれ。いやこれマジでいいじゃん。うん、ヤミ、うん、いただきます。感謝感謝。もうサーモンはまあうまいよね。サーモンはうまいわ。マジでそれポテトちょっとちょうだい。いいよ、うん、このエビのやつあったかいうちに1個もらおう。うまいもんだこれ。このマッシュポテトやばいっすね。やばいのね。とんでもないバターの量が入ってる。でもそれがいいんでしょ。そう、でもそれがいい。やらかしたピザ。バカバカ。うん、ホテル戻ってまいりました。なんか一気に暗くなっちゃってちょっと後半は撮ってないんですけども、それでは今夜の9時で明日が本番で朝の9時にもう出発するのでちょっと早いのでもう寝ますと。シャワー浴びて寝ます。時間がないのでおそらくこの動画が上がるのは、遠征終わり、まあ、ベータが始まってベータが終わるぐらいとかになるのかもしれません。それではおやすみなさい。うわ、一緒の、一緒です。一緒な匂いがします。大丈夫ですよね。一緒の匂いがします。どうどう。あー、おソーセージ、ソーセージ、おスープも食えてる。お、何バージンチーズ、チーズ来た。チーズ、あ、チーズだ、これはもう。あ、チーズだ、チーズだ。まあ、激塩が。おはようございます。おはようございます。おはようございます。プッシングシャッティ、おはようございます。2時間2時間ずつしかこの遠征中寝てない。飛行機でもまともに寝れてなかったのにな。飛行機も寝れてないからもうほぼ寝てないね。グリッツの犠牲になった方がいますね。どんな匂い。美味しそうな匂い。まあ全然、うん、喜んで食べて。ちょっと一口食べてます。こてつはグリッツは知ってますか。知らない知らない。美味しいから食べてみて。グリちゃんのグリちゃんの、ね、グリッツ。そうそんな感じ。食べてみてくださいよ。食べてみて。俺ちょっと行くか。食べたよ。いただきます。これが犠牲者。まあまずくはないんじゃない。ああなるほどね。思ったよりでも味がね。そうやね。そうマジで。そう こっちのいわゆるトウモロコシの粉かな、うん、あのご飯枠ですね。でもなんか白米みたいな なんかの香りっていうかさ、なんかある、なんか入ってるやんな、うん、もうちょっと塩があれば普通に美味しい、うん、だからこの嘘ついたあれでオレンジジュースさんもらうわ。チェーンソーマン7がでも1日目に来てたやつと多分これかな。これだけかな。違う違う。ジャンププラスでさ T シャツ作れるの。はいはいはい。自分の好きなページをね、はいはいはい、めっちゃ綺麗ですよね。綺麗に印刷されてる。普通にいいんだよね。ケニー Vlog、 ケニーおったけど今ケニー Vlog むすみしスーツ会場に移動しましょう。普通のモンスター。これ普通のモンスター。うん、普通のモンスターのゼロ。あれ甘いな。でもなんかなんかモンスターをさ、うん、日本だったらゼロって色違くなかったっけ。違う違う違う、そうだよね、うん、なんか色違うやつあるけど、こっちは緑なの。違うやつもゼロだと思う。ダメだって。ダメ種類が多いね。うわ、おはよう、おはよう。
もう昨日みんな見ちゃったからスルーですね。うわー、うわー声がちょっと細くさいっちゃう。うわーじゃない。セッティングに入りましょうか。すごいねこれ。お菓子、お菓子、お菓子の支給です。と何か USB かな、1テラバイトある。サムスンの USB。 いやもう性能というかもう PC の性能ももちろんそうですけど、モニターもねこれ 2K 出てるんでめちゃくちゃ綺麗ですね。ラクションです。スナイピングですか。スナイピング、いやこれねフェイズから奪ったスナイパー。フェイズから奪ったスナイパー。フェイズの誰、フェイズのスコープからもらったスナイパー。これ倒してこれでフェイズスコープいるの、うん、やばいマジで。フェイズスコープからもらったスナイパーで、うん、やばいやばいやばい、これ大事にやばいよなマジでこれ。もうなんかさっきからプロ勢としかマッチングしない、うん、そうそうそう、これ俺の強い姿映しといて、このプロ勢として戦って、okay. このまあ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 ちょっとまだね、まだまだまだ。ちなみにコントローラー何使ってるんですか。これはラークさんのコントローラー聞いてもいいですか。はい、これはあのパープル PS5 純正コン、ね、PS5 純正コンにちょっとなんかついてます。フリークは意味ないって動画で言っちゃったな、そういえば。いやフリークはマジで意味あるよいや意味ないですよ。意味あるよ。いや意味ないですよ。だってあのね別にそのフリークのスティックの精度がとかじゃなくて、うん、俺の場合このモンハン持ちのこの手の角度、あ高さがね、そうそう必要ってことね。そうなるとちょっと曲がっちゃって、うん、やりにくくなるけど高いからフリークは意味ないって言った、うん、フリークは意味ないですよね。会社的に回してるよもう案件来ないね。案件来ない。 The creators have arrivedThe game is loading up. It's time to introduce you to Black Ops 6 multiplayer. こっち来るか。スナイパー当てないで。やばいやばい。ここ湧いてる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 。やばいやばい。なんかハンドガンになっちゃった。おぉマイク、でかいよ。お疲れ様でした。どうですか、クイック。ちょっと疲れてると思うけど短めのコメント、感想コメント。 BO6 うるさくて何も聞こえないねこれどうでしたか。あいやでも面白かった。めっちゃなんかやっぱキャラコンが、キャラコンっていうかその横とかの動きがすごい、まあ動きたいように動けるし、まあちょっと柔らかいから、まあこの先スライパーは結構しんどいかなって感じはしたけど。よし終わったので撤収しましょう。ちょっとサンドイッチ、マジ何も食べなかったからね。はい、というわけで配信等終わってこれからホテルの方に戻るんですけども、なんとか無事終わってよかったです。そうですね、一旦みんな疲れてるので、まあちょっと夕飯の時にちょっと BO6 の感想を聞きたいなと思うんですけども、はい、なんかいたか。いやね、これねこう数億規模のこういうイベントっていうのは日本じゃ体験できないから本当に貴重な経験でしたね。本当、いやー日差しが強い。さあですね、これはワシントン DC の中華街にやってまいりました。 Oh, let's America Chinese! Let's go! めちゃいい、帰ってきたね。チャイナに行っちゃいなよ。帰ってきたアジア。 I'll be back、oh. はい、気合入れすぎや。怖いね。気合入れすぎや。アメリカ怖いね。怖い。横浜にもあるやつだね。ちょっと治安悪そうだから、あの荷物類気をつけた方がいいかもしれない。やばい。どこにでもやっぱ中華街はありますね。スーパーマーケットでお土産を買いますと。何か欲しいのあるの。いやまあなんか大量に会社用にやっぱ配る用のもうちょっとあげてもいいかなってのと、チョコチャンス、なんか個別でいいのがあれば。なんかさっき今入る瞬間ちょっとお薬の匂いがした気がするんだけどなんかウィードっぽい匂いがしちゃいました。あ、ひまわりの種ありますよ。あ、インスタ。ひまわりの種、あのよく野球選手がよく食べてるやつですね。島次郎になるの。島次郎じゃないか
食べてハム太郎になるの。ハム太郎皮だけをビビッと食べてみようか。でも似合うで、ひまわりのタレ。似合う、すごいかっこいいで。でっかでかいよ。もう日本はスカスカだっていうのに 1.99 ドル。そうなんですか。はい、あれですかね。ラクさん、ラクさん、はい、チャックが開いてます。え、あ、これチャック開いてないですか。それ開けてんのよ。開けてるんか。あ、ごめんごめん。まあアメリカだしね、うん、別にアメリカはでも結構多いの、見てたら。チャック開いてる人？チャック開けてる人。あ、開けてる人。アメリカのくら寿司だ。めっちゃ並んでる。回ってる寿司が好きなの。あ、でもちゃんと回ってるっすね。うわー、すごい。普通にチャーハン食いたくなってきたわ。中国語。I twice cooked the pork and。でもこっちの、こっちのチャーハンの米ってタイ米かな。タイ米ですね。日本米ってことはない。日本米はないと思う。あ、何ですか？これね、このキュウリとか入ってんの初めてよ。ホイコーロー。サヤエンドウと。まあやっぱタイ米のチャーハンだね。そうやね。ビーフフライドライス。Yes。チャーハン。Yes。これが。オレンジチキンとビーフブロッコリーです。来ましたね、オレンジチキン。アメリカン中華だね。さあ、ということでアメ中です。アメ中。チャーハンがほんまにチャーハン。チャーハン美味しい。チャーハンさえいればね、なんともなるのよ。なんでさ、ちょっと待って、思ったわ。ホイコーローやのにキャベツが入ってないってどういうこと？なんかあれ確かキャベツ入れたの、その日本式で、なんか全然覚えてないけど、なんか日本でそのホイコローが来た時に日本代わりにキャベツを入れたらしい最初。ああ、そういうことね。本来何の代わりだったかちょっと分かんないけど、キュウリもしかして。キュウリはちゃうんじゃないかな。なんか日本で美味しい野菜がキャベツで、キャベツが合うからって言って、あの オレンジチキンめっちゃ美味しい。オレンジチキンめっちゃ日本へ広めた際に読めない、読めません。でもアメリカン中華だけど、久しぶりにこうアジアンチックなやつで美味しい。醤油を感じる、この米が進む感じの、うん、それはもう感じてください。このピッピッピッって音何なんだろう。爆弾じゃない。爆弾、この爆発するような音何だろう。なんか違うね、やっぱ。あっちょっと、何これ。春巻きや。熱っ。待って、キャベツ入ってるやん。こっち野菜嫌い多いね、ゲーマー。そうなん。うん、でこれ野菜嫌いってさ、玉ねぎとピーマンだけ食べられるんですよ。なんで玉ねぎって、うん、だっていろいろ使ってるやん。え、いろんなの、いろんなの使ってるやん。いろんなの使ってるやん。ピーマンがダメ。食感、味、うん、存在。もうね、マジこの遠征中、マジラークが赤ちゃんだったね、本当に。常になんでよ、本当に赤ちゃん。今日もね、なんか設定がわからない、読めない、設定読めない、どれどれ、もう分かったふりをしない、一旦聞く。分からないことはすぐ聞く。そうだから、あの最初は分からないことどんどん聞いてねって言ってた上司が、いいねいいね、そうやって確認してくれればいいよって言ってるんだけど、ちょっと1ヶ月ぐらい経ってから、ちょっと自分で考えてみようか。ちょっと、もうちょっと自分で考えてから次聞いてみようかって切れられる。やっぱりね、コミュニケーション、あれかもしれないですね。コミュニケーション。ホテルに戻ってまいりました。いやもうね、一旦もうちょっととりあえずおやすみなさい。もうボロボロで死にそうなんで、おやすみなさい。はい。でこれもうザ・アメリカンランチボックスじゃない、本当に。まずは、ででん。昨日食べたこれ、うん、よく打つ2回目に言われたね。あの外側乾燥でカチカチのサンドウィッチ、アボカドサンドウィッチ、アボカドこれ、なるほど。ハムとエッグのサンドウィッチ、サンドウィッチ、サンドウィッチ、なんかクロワッサンに挟まれてるみたいな感じ。パンはバターたっぷりで、まあ、Water and then なんだこれ。なんかちっちゃいマフィン。マジで偽物にしか見えないんだよなこれ。ほんまにあのコーティングされた感じやな。日本ではやらないだろうから最後に、
似合うね、その上腕二頭筋とリンゴ丸かじり似合うね。ワイルドだろう。ワイルドだね。でもさ、リンゴの丸かじりさ、この歯が奥にタイミングで歯ぐき痛なんねんな、ちょっと多分弱いから歯ぐきが、あ、持ってかれる、なんていうの、刺さる、はいはいはい、確かに、歯が全部奥まで行った段階でさらに行こうとしたら歯ぐきが上にガッて、そうそう、あの歯周病の人あれだね、リンゴ丸かじりとかするとさ歯ぐきから血出るよ、ね、歯周病な、いや歯周病ではないけど、ちょっとなんていうんだろう、比較過敏でもないけど、わかるよ、なんかちょっとダメージ受ける、言いたいことは受けてそう、受けてへんダメージ、うん、マジで。雨だね、雨だ、これ地面で、いや出たの、外出たら、あ、帰ってきたよ日本、帰ってきた、おお、こんな待ってくれてんの、俺たちのためにこんなに人多いな羽田、これはタクシーかな。え、この持ってきちゃったしみしみのドーナツ食べる？食べようよ。一口かじるじゃん、うん、もうかぶりついてもいいよ。え？かぶりついてもいいよ。いやいや、あの感染するかもしれんから。感染？な、何持ってんの？いろいろ持ってるよ。いろいろ持ってんの？もう硬いかもしんないけどね。どうでしょう。食べてみてください。ダンキンドーナツ、アメリカから持って帰ってきたよ。うん、なんかね、もう水分が飛んでる。油と水分が。かすってるね。かすってる。確かに水分の持ってかれ方がえぐい。ありがとうございました。ありがとうございました。というわけで COD NEXT 2024、アメリカの Vlog これにて終わりたいと思います。本当はね、日本帰ってきて、あの荷物取る場所でみんなからね、今回のイベントのコメントをねいただいたんですよ。で、ウィンレッドもね北海道に帰らないといけないから、まあその場でバイバイしたんですけど、ですね、その場所がね撮影禁止だったんですよね。なのでちょっとみんなからコメントももらって、ウィンレッドのバイバイシーンもあってすごく良かったんだけど、ちょっと撮影ダメだったので、最後に僕のコメントで締めたいなと思うんですけど、アメリカの COD は本当すごいです。やっぱ日本では体験できない規模、数億規模のイベントですよ今回も。で、やっぱり COD っていうこのゲームタイトルのパワーが本当に日本でいうポケモンとかそれぐらい強い。いろんな人がね、普通にね、お店の人とか、なんか入国審査の人も COD やってたりだとか、ね、COD っていうだけでやっぱ通じるし、ネームパワーが本当にあるなっていうふうに思いました。来年も日本人呼ばれたらいいですね。というわけで BO6 のベータと製品版、ぜひ楽しんでいきましょう。お疲れ様でした。So easy toss for all the good times that were left.